はい、えー、それでは八時になりましたので改めまして皆さんこんばんは田田内香織の奈良ガイドうるわし奈良通信です。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、奈良のことをゆるっと話すうるわし奈良通信のお時間がやってまいりました。これはですね毎週金曜日。 夜8時から奈良のことをなんとなく話すという30分番組でございます。まあ,あの奈良に住み、そして、えー、奈良で仕事をする。私がまあ、あの奈良のね。あんなことこんなことをなんとなく話すというものでして。まあ、そんなにね。こう具体的な情報どうやらっていうことはあんまないんですけれども。そう。先日。 あの長谷寺とか室伯寺さんとかあと観音寺さん、えー、京,京田辺の観音寺さんそれからあの滋賀県のね琵琶湖のほとり道元寺さん行くツアーに行ってきたんですよ。でそれが十一面観音様ばっかりをね、えー、巡るという十一、まあ、面観音ブートキャンプと題したものでその十一面観音を愛する人。 そして私が愛する十一面観音を語るというのを聞きたいというね、えー、そういう、あのー、人々に集ってもらって行ってきたんですけれども、あのー、な,なんていうんですかねその時にこういろいろこうお話をしてそれで、あのー、あれなんですよ 普段、ね、あの聞けないことを聞いたりとかした時にすごくあの心に残ったのが、えー、先週ちょっと風邪ひいて熱出してこのライブ配信とか YouTube とかお休みしたんですけれどもその東京なんかにお住まいで普段奈良が遠いという方はこうまあ奈良に行きたくてしょうがないんですよね。で仕事やや、まあ、家庭なんかををいいろろすごくやりくりりして えー、頑張って奈良に行くんだけどまあせいぜいそんな2日3日ぐらいじゃないですか <coughs> そんなにね旅行に行ってらんないしでその365日のそのちょっと奈良に行ってでまた長い時間地元で過ごして。 またちょっと奈良に行ってっていうのをしてるからその長い長い奈良ロスの時間に私のこういう番組を聞いて奈良の風を浴びてどうにか生きているみたいなね <laughs> もうねもうちょっと風ぐらいでちょっと通信休んでらんないなと思いましたね。責任重大でですすわ、はい、あの本当に私のこのこ拙い話ではありますが あのいく箱かでもね奈良の風を届けることで皆様の健康寿命が延びるならば、えー、頑張ろうと思った次第でございます。はい川井、えー、さんどうもこんばんは <laughs> 私もしばらく同じいい感じでしたなかなか治らなくこんなに長いのは初めてでした。そうなんですね言ってましたよね川井川井さんもねこうそうそう別に日常生活に支障がないからいいようなものの。 なんかねやっぱり声が出にくいというのは不便ですよね。はい。あの私もちょっとまあぼちぼち直していこうと思ってます。えー、マキさんこんばんにゃでございます。先日はどうもありがとうございました。はい、えー。心待ちにしておりました。ありがとうございます。というわけで、えー、今日はですねまああの酷暑です。えー、皆さんもう各自それぞれの場所で、えー いろいろ嫌になってることだと思います。もうなんかこう、朝起きて、すでに30度近いったら、どういうことなんですかね。日本の <laughs> 夏は、もうちょっと涼しいもんじゃなかったんですか。温暖化、恐ろしいですよね。で、まあ、あの。昼間は昼間で、もう容赦なく照りつける陽光が眩しく。で。 本当その熱中症とかのねあの危険な時間帯と言われている、まあ、朝の10時ぐらいからお昼の2時ぐらいまではもう本当にカンカン照りで命の危険すら感じるわけですよ。でまあ私もその私自身はまあまあどうとでもなるんですけれどもやっぱりあの来てくださる方がね こう歩いてる途中に熱中症になっても困るしもうちょっとこう危ないことはするまいと思って7月8月はもう奈良の街歩きはお休みなんですねお休みさせていただいておりましてでまたちょっと後で東京イベントのことなどお話しようと思うんですけれどもまあ基本オンラインで過ごしてます。でもももももそれ以外はもう一歩も一歩歩家かからら出るもんかぐらいな 固い決意を持って挑んでるんででるすがしかし奈良には夏真夏だからこそという行事もありまして、えーね、まあなんかこう暑い暑い言いながらねあのまあその水分補給だけは気をつけて汗だらだら流しながらまあこういろいろ見学をして。 で、後でちょっとこう。冷たいもんでも食べるというのも、こうある,ある種健康的な過ごし方かなと思って。ちょっとだけをちょっとだけ出かけようと思いまして。今日はそのちょっとだけ出かける特集でございます。はい、あのとしろさん、ごめん、ちょっと暑いわ。あのはい冷房にしてください。はい、えーっと早苗さん、どうもこんばんは。<laughs> 奈良ロス、充電わかります。 あ,あそうなんですねやっぱ皆さん同じ気持ちなんですねえー、っとセミの声でなお一層暑さを感じますまさにねこうセミが何ていうのか夏を盛り上げているといえばいいんですけどねはいはいあたしさんどうもこんばんは暑いですね <laughs> 本当暑いですよねはいえー、っと鶴崎さんどうもこんばんはでございますはいというわけでまず最初に、えー、今日皆さんにお伝えするはい 暑さを押していきたい行事ちょっとまとめてまいりましたあの今日はねショーガーカメラ用意してないので、えー、ちょっとここを置こうかなはい、えー、私が口頭で申し上げたいと思いますえー、っと真木さんが「長 <laughs> 谷メロウジーめっちゃ蒸し暑かったです」。 そうなんですよね。ムロとかもね、山の中だから割と涼しいかと思いきや、まあ、涼しいところもあるんだけど、やっぱり暑いですよね。ていこさんどうもこんばんは。えー、頭痛がしてつらかったです。あ、そうなんですね。熱中症になりかけかな。冬の奈良に心を馳せています。まあちょっと寒すぎるのもね、それはそれでどうかと思うんですけれども、はい。 えっと太古さん、えー、こんばんは健康万歳なら万歳、えー、暑くておこもりはいあの太古さん先日あのインさんのやつありがとうございましたあのお礼のハガキ書きましたんでもうすぐ届くと思いますありがとうございます、えー、実はロータスロードまいってことがないですはいはい、えー、今日はですねこのロータスロードを含めた三つ奈良の行事をご紹介したいと思いますまず一つ目 7月23日、えー、これ確か火曜日はい火曜日ですね奈良にあります伝光寺さんというところこちらが、えー、普段ん秘仏でいらっしゃるお地蔵様のご公開の日なんですよ。でこの伝光寺さんのお地蔵様っていうのがすごくって羅行なんです裸。 あのまあ蓮光寺さんに限らずこの裸の御仏っていうのは実はあちこちにありましてでその裸のお地蔵様にその服を着せて差し上げるっていうことをするんですよねでそうやってまあ生きた人間のようにお世話するっていうことが供養であると私たちは仏様に毎日そのお水を備えて お花変えてそのお線香を灯してってしますけれどもそういったことをもっとあの丁寧にしたいと何かできることないかなっていうことを考えた人が「あそうだその仏様だって、えー、お衣装があるんだからそれを着せて差し上げるっていうのはどうだろう」ってなんか考えついたあの天才がいたんですねきっとね。で通常仏様のの衣装っていうのは まあ作った時にもうその身体に彫り込んでいたりこう一緒に作ってそのボディを表す時に衣装も「袈裟であったり「天んね」であったりというものをこう作っているのが普通ですけれどもそれをこの体裸の体を作ってそして着せて差し上げる本物のね「袈裟とかねこう衣装をねっていうことを。 あのー、するのが流行った時代があったんですよ。で、そんな流れでできてきたのがこの天寺さんのお地蔵様です。で、まああのー、普段そのお衣装を着せて差し上げて、確か一年に一回だったと思うんですけれども、それをまあ新しくこう新調して着せるわけなんですよ。それが7月23日。 お地蔵様ののご縁日というのがありま,してまああの地域によっては8月のところもあるんですけれどもこの辺り奈良は割と7月23日がが地蔵盆が多いんですねでお地蔵様の祠をお掃除したり京都の方だったらなんかこうお地蔵様にお化粧をしてあげたりとかまあいろんなことをして。 でそのお地蔵様のお地蔵様が守ると言われている子どもたちのお祭りでもあって子どもたちにお菓子配ったりとかねそんなんがあったりするんですけどまあそういう地蔵盆地蔵様の縁日の時にこの御開帳があります。で法要が夕方の4時からなのでその夕方にねお寺に行って暑いですよ。4時ででも全然暑いんですけどこうまあ ちょっと風が吹く中、ね、まあ若干暑さがしのぎやすくなってきた頃にこうお堂にみんなが集まってきてでもちちっちゃいところなんです何人ぐらいで30人も入ったらもういっぱいいっぱいになるようなそのちっちゃいところなんですけど四方のその扉というかその窓というんですかね障子みたいなのがこう全部開け放たれてこう。 あの幼稚園が併設されてるんですよでその幼稚園のグラウンドがすぐ横に見えるところがあってで <laughs> 見渡す景色としては結構広々としてるところにお堂があってで入れる人はお堂の中に入って入れない人はその外から開け放たれたところから仏様をね拝してそのお着替えの様子をあの見させてもらって。 でお着替えが終わったらみんなでお参りするっていうねなんともねこう牧歌的というのか <laughs> 落ち着いててすごくいい法要なんですもう本当地元の人のお祭りっていう感じでだからあそこのその併設の幼稚園の卒業生の子とかあの私同級生でいるんですけど子供の頃は別にその通っている幼稚園が キリスト教系だろうとお寺系だろうとなんかふうみたいなえあんたんとこ卒業式数珠がいるのみたいなその程度だったんですけど大人になるといやあんた伊佐川出身ってあの天光寺のお地蔵さんがいるところで幼稚園生送ったとかなめっちゃええよなっていうね今にしてはすごく羨ましいあの感じだったりします。はい えー、あ、中村さんこんばんは。冷房規則で風邪をひきました。私と似てるわ。<laughs> 気をつけましょうね。まあ、引いちゃったものはもうしょうがないからね。あのゆっくりして直してくださいね。はい。まあ、そんなあの天皇寺さんの、えー、お地蔵様のご開帳が7月23日ですので、まあ、あのー、この日、えー、奈良に来るご用事がある方。 でちょっと平日だからねなかなかちょっとこう行きづらい方多いかなと思うんですけれども、まあ、夕方ぐらいに行けそうだったら、えー、近鉄奈良駅が最寄りですのでぜひとも行ってみてください。はい、でもう一つ「7月28日日日日曜日この日東大寺さんで下女絵,があります下女絵知ってますか 知らんのかいって <laughs> うちの旦那さんがもうあのー、こう音が鳴るぐらい首を振ってるんですけど、えー、下女垂というのはあの血の悪ぐりと言った方がわかりやすいかもしれません夏のこう今自分のまあその上半期がね終わろうとしているときに私たちは半年間の疲れというものをまあ体中に吸ってるわけなんですよね。 で神社さん行ったりしたらあの名護市の払えとかあったりしてこう人型に名前とか生年月日書いて息を吹きかけてでそれをこう流してもらうとかして、まあ、あの6月末のそういうお祓いと年末のお祓いの計2回でこう心身を、ね、清めてこう疲れとかまあなんか。 悪いものをもらっちゃったりしたら、そういうものを払ってもらうというものをするんですが。それのお寺バージョンです。で東大寺さんでは、えー、下女へと言いまして。あの血の輪をね、作って、でまあそこをくぐるんですけれども。朝の8時から法要がありまして、まず僧侶の方がくぐるんですよ。でそれがなかなかすごくって。あの普通血の輪を置いてたら、まあそこをちょっとこう。 八の字というか、なんかこう。無限大みたいなマークっぽくこうぐるぐる回ってっていうやり方がありますよね。じゃなくって、その血の輪の両端に係の人が立ってて、その知能をひっくり返すんです。ちょっとうまく言えないんですけど、なんかその知能を作った。巨大縄跳び飛ばないけどみたいな。 なんかそのちょっとこうクリクリっとこう回してで通る人にこうあの回転輪っかの中を通らせるみたいな何言ってるかというか意味が分かんないですねっていうことをするんですよね。<laughs> で私たちは参拝者はその法要が終わった後に普通に自分で歩いてくぐるんですけれどもその法要のその血の輪をこうクリッとする回転させるのに。 お,お坊さんが通っていくのを見るのがすごく面白い、えー、珍しい風景というかあれ他のお寺でもやってんのかな力技じゃないんです力技じゃなくてなんて言ったらいいんだろうなんかねあのねこう血の輪があって輪っかでしょそれを両端で人が持ってて人が通るときにそれをこうなんかまあ回転させるんですよ。 でこう回転させる時は通る人は止まってんのかな。まあ、なんせそのちょっっとこう動作があって面白いんです多分これ東京だったらちょっと NHK とかでも流してないかもなんですけど、えー、っともし動画撮れそうだったら撮ってきますんで、はい、あの私のこの拙なすぎる説明が、えー、ちょっと来,来週ぐらいに動画で明らかになるかと思うんですけれども。 はいいそういうのがあの見れます <laughs> えっと吉村さんどうもこんばんは中村さん私もですよっていうのはあれですよね吉村さんもこの間お目にかかった時ちょっと喉をやられてましたね仲間ですね <laughs> 仲間ですねなんか今年の風は喉に来るみたいですので、はい、吉村さんも早く治してくださいえー、っとで <laughs> 佐々木さんがいらしてますね。こんばんは。うっかりしてました。いえいえ、ようこそです。はい、えー。そうなるうちの、ひっくり返すんですよ。ダイナミックな感じ。まあ、ある種ダイナミックですね。オーナー跳び、オーナー跳びではないんですけど。なんかず、だいぶ、あの。誤解が広がっているかもしれない。えー、動画探してみます。くるりん。ええー、久崎さん、こんばんは。遅くなりました。 あの久崎さんも先日はありがとうございましたようこそでございましたえー、っと「回転扉の縦版ああうまいこと言うなそうですねなんかそれっぽいかもしれないあのうちの旦那さんがあの、えー、っと奈良テレビの動画 YouTube を上げてくれてるのでちょっとこちらこれ分かりやすいですね見といてください、はい、えー、っと「サーカスとかでのでかい <laughs>」 <laughs> <おい> <laughs> もう子供もあろうにあの東大寺様の下女栄をあのサーカスの動物の輪っかくぐりとはもう何だろうことですかえー、っと浅野さん大子さん「回転知能は異次元ゲートかも」あ。あ分かるなあの本当ね異次元ゲートっぽいですよ。であのー、たかが知能輪くぐりという中で その血の輪くぐりなんて言うたらその草の草輪っかをくぐるわけでですよねで今のこの私たちのこの現代技術をもってすれば草の輪っかにくぐるってみたいなそれが何なんみたいな、ね、ふうに思ってもおかしくないんですけどでもなんていうのかねこの東大寺さんの下女絵はやっぱちょっとね そのくるんとするやつもあるんですけどすすごく、ね、パワーを感じますよこうやっぱり昔の人が何かしらその植物とかに冷静を感じてでそれをこういうふうにちょっとこう、まあ、儀式にまとめ上げたというかやっぱりそれああいうそういう形になるまでには長い時間があったと思うんですよね。でその最終形態が東大寺で見れると なかなかこれがね、ちょっとこう単に輪郭ぐるんかよでは済まない何かがあります。はいはいはい。<laughs> えっと宇井さんどうもこんばんは。あのありがとうございます。ようこそです、えー。加藤さんどうもこんばんは。いつもありがとうございます。はい間に合いました。はいはいはい。足立さん大丈夫ですよ。 はいというわけで、えー、この下定絵がですねちょうど今年は日曜日ですはい28日ですので,で法要が朝の8時からなんですよ早いまあこれはもう確実に奈良奈良に住んでる組かお泊まりする人でないとちょっと厳しいかと思うんですがまあ朝のね早いうちだったら暑さもそんなにあのひどくはないでしょうし、えー、ぜひ <laughs> あの お越しになってみてみください、はいはであの最後にですねあのー、8月の12日までロータスロードを開催中ですロローータスロードというのは奈良の、えー、蓮の名所として最近名を挙げている貴公寺さん西大寺さん唐招提寺さん薬師寺さんこれらの4つのお寺のまあ共通拝観券が発売されててで え記念品なんかもねついいてくるみたでですでそれぞれのお寺で丹精込めて作られた蓮のこの蓮の鉢がありましてでまあそのお寺で仁仏に拝してであの蓮の花も愛でてみたいなことが楽しめるというそういうイベントです。であのまあどのねお寺もこう微妙に遠い <laughs> 薬師寺と唐招提寺はまあまあ近いんですけど西大寺さんはちょっとねやっぱり電車乗らないとだし菊光寺さんもちょっとこううーんちょっと遠いですよね。まあでも1日かけたら4つのお寺コンプリートすることは可能ですのでまあ、全部ねあの歩いて巡ったり。 電車移動でもそれ全部行ってたらなかなかちょっと骨が折れるんですけど、まあ、もし夏暑い盛りですが奈良に来て、まあ、ちょっと汗かきながら歩こうかなっていうことを思う時は是非このロータスロードおすすめです。はい、あのどのお寺さんもねやっぱりすごいそのハスの植える技術っていうんですか お坊さんがあれやってるんですよね、蓮のその育成っていうのか。で、まあ、その鑑真様が日本にいらしたときに、その薬草なんかの技術も持ってきてくださってて。今、東招大寺さんには薬草園がこう美しくできてたりするんですけれども。あの、確か西大寺さんも何かやってた気がするな。だから、まあ、その、そういうその植物に関する知識とか。 まあ、育てたりするっていうのも、多分その、こう、僧侶の。こう、身につけるべき必須事項の一つなんですよね。なので、まあ、別にその、不思議でも何でもないんですけれども。いや、今のお坊さんは大変だよなと。 こういろいろ経典も読まなあかんしお勤めもせなあかんし掃除もせなあかんし、えー、私たちみたいな参拝者の相手もせなあかんし、あのー、こうご祝いも書かなあかんしなんか書もうまくないといけないし法話もしないといけないしハスの花も育てなきゃいけないしっていうので本当、まあ、大変ですよで、まあ、その苦労の甲斐あってすごくきれいなハスが、えー、見れますのでぜひロータスロードもあの行ってみてくださいはい。 皆さんは夏の暑い時期ですが奈良にこうお越しの予定はございますかね <laughs> ちょっとしゃべりすぎて <laughs> 喉がだいぶ疲れたので休憩がてらあのコメントが流れるのを待とうと思います。なんかどっかこうこの今紹介したやつ以外でも暑い季節に奈良に行こうと思ってるっていうご予定とかありますか あそういえば奈良博の展示がなんかあの「神様の不思議」とかなんかそういうのが始まりますねあれも行かなきゃなあれもうすぐじゃなかったっけ今週え明日からじゃないかな20日からだった気がするあと奈良じゃないんですけど「東博」で「神語辞典」が始まってるはずなんですよねあれも行きたい絶対行っとかなきゃ。 えっと八月一回行こうと思ってます。<laughs> 真夏のアスカレンタルチャリ予定。え西川さん死ぬ気ですか？<laughs> 大丈夫？だいぶ暑いでしょう。アスカレンタルチャリ。うん。あのどうぞ、えー、あの電動自転車借りてくださいね。地面に行く坂が多いですからね。 えっと <laughs> 足立さん蓮は見たいけど暑いそうなんですよね暑いですよねていこさんそれよりも暑い熊谷にとどまっています暑いぞ熊谷どうぞご無事でお過ごしください、えー、暑い時はどこに参拝するのがいいですかいや そうですねまあその涼を求めてということだったらどこか南の方のねその例えばその丹生川上神社みたいな水のきれいなところに行ってその目にも麗しくそして、えー、川の風がやってきて涼しいみたいなところがいいんですけどうーんね鳴らしないだったらどこがいいのかな。 うん暑い時にあそうそうあのちょっとその,あの言ってる趣旨から外れるかもなんですけどね私の知る限り冷暖房が完備されたお寺が一つあるんですよ。それは四天王寺さんです <laughs> すごくない大阪の四天王寺さんの金堂ってあの空調完備されてるんですよ。 すごいなので、えー、もしあの大阪、まあ、大阪奈良の人はね大阪出るまでが大変なんですが、えー、そして金堂の中涼しくっても外出たら暑いやんけっていうのはもちろんあるんですが四天王寺さんは金堂の中、えー、空調おばっちりです。えー、鶴崎さん えー、来週末第5時点奈良まで行きますよ。明日東博神五辞典ああ、ばっちりですね。そ、あのー、そろそろ後期が始まるはずです、すちょっと私もなかなか YouTube の新しいのが出せないでいるんですけど、まあ、あのー、<laughs> 終わらないうちに第5時点もうちょっと語ることしようかと思ってます。えー、川名さんも明日神五辞典行くのね。いいわね。 西川さん、フだったとは <laughs>、えー。とりあえず知人が京都に来るので松尾大社へ案内しますふむふむあ暑い時期は札幌にいようかとあそうですねあのさっきの暑い時期お,祭りお参りする神社はあの札幌の大神宮 <laughs> 札幌五国神社がよろしいんじゃないかといややっぱりあの湿気が少なかったですこの間行かしてもらってあれは。 あの本州にはいはい <laughs>、えーはい、四天王寺さん行ってみてください松尾大社神社の小さな、えー、滝があって、えー、そこら辺りは周りよりマイナス2度ですああそうなんですねあの京都のそういう松尾さんとかあと貴船とかもいいかもしれないですね涼しげな量がある感じがしますねはい是非皆さんあのー まあ無理のない程度に、えー、行ってみてですごい良かったよっていうところがあったらまたぜひ教えてくださいはい、えー、ではですね最後に告知でございます、えー、8月に東京に行きますはい、えー。渋谷で奈良のおことをお話しするお話し会、えー、今回のテーマは焦燥陰天ですで。 あのちょっとこれに関しての動画さっき作ったのでまた近日中にアップすると思うんですけれども秋に小院展が始まりまりで、まあ、それに合わせて正倉院のことを知ってほしいなと思って、えー、この8月18日にイベントをするんですね。であの今年の2024年の正倉院展の内容はまだ明らかになってないのでお伝えすることはできないんですが。 正倉院兼っていうものの価値正倉院の宝物っていうのがどういう経緯でできたのかとかあの宝物のどの辺がすごく大事なのかみたいなそういうその大枠の話をしようと思っております。はい えー、ですので、まああのー、私のね普段のこういう YouTube とかオンライン聞いてくださってる方はもうすでに何度もお話ししたことなんですけれどももし正倉院正倉院展とは何ぞや、えー、いつやってるのか、えー、そんな行った方がいいのこれみたいなことを思ってる方はぜひあの聞いていただいて、えー、正倉院展に行く気,も気持ちを高めていただけたらと思います。 はい、えー、っとよろしくお願いします。<laughs> 佐々木さんが第五地点行けるといいな。来てくださいね。ぜひぜひ。佐々江さん、えー、っと奈良の仏様が金沢に出張されるとのこと楽しみです。そうですね。奈良博の仏像が金沢行きますね。ぜひ近隣の方行ってみてください。はい、川名さん、あの二十一回目でも行きたかった。 もうねあの聞いてる人は20回は聞いてるっていう話でこれがまあ21回目ということなんですけど <laughs> いやそんな話してないですけどね、えー、またあの川名さん別の機会によろしくお願いいたします。はい、えー、というわけで、えー、東京でで、えー、会えたたらお目にかかりたいです、はいすは、えー、そして、えー、次回の「うるわしなら通信」は来週の金曜日7月26日です。 まああの来週のことはね来週の私が決めると思いますのでちょっとテーマなど何も決まってないんですがまあそうですねちょっと今週末とかあの自分自身のその勉強であちこち行こうと思っててあのー、そう美本ミ,ミュージアム行こうと思ってるんですよ。で <laughs> 三重県のえー と、あれどの辺だったっけな？あのミオミュージアムっていうのがありまして、すごい。その大きいとこなんですよね。で、そこに例えば奈良の法隆寺のあの久免観音さんとか薬師寺の召喚王さんとかもう。本当に素晴らしい。御仏があの今ご出勤遊ばされてて。展覧会として御仏を拝むことができるんです。で、どの御仏も。 現地でお寺で、えー、お目にかかるのが一番なんですけれどもでもその展示会場のこう完成されたライティングの下で配するとやっぱちょっと違ったその,あの感動というか発見があると思いますので、えー、ちょっとその辺りをねじっくりあの見させていただこうと思っております。 はいあの山奥、そうです、そうです、車借りて行ってきます。えー、ああ、久崎さんもご存知ですね、ミオミュージアム、はい行ってきますね。えー、っと、信楽の方みたいですね、たぬきの置物の信楽にあるみたいですので、えー、ぜひとも、あのまたレポートしますので、よかったら皆さんも行ってみてください、はいいはは鶴崎さんんすすごい有名ななとこなんですよ大きくてね <laughs>、はい。 でえー、っと来週の金曜日に至る前の24日日のの水曜日に、えー、YouTube のライブもします、あのー、そろそろ7月が終わるので我らが「ニコ生」は一体どうなるのかもうそろそろ答えが出るんじゃないのかなと思うんですけどね私は「ニコ生」に復帰できるのか。 それともこのまま YouTube のためになってしまうのかドキドキでございます、はいまあ。というわけで来週は水曜日 YouTube もしますのでよかったらこちらも見てください。えー、っと藤原さん、えー、どうもこんばんはです。ようこそお越しくださいました。はい。滋賀県のあ私が今三重県って言ったねすいません。信楽ですね。はい。えー、金融系と信仰宗教ってはいそうそう。 あの熱海にあるあれ何でしたっけあの緒方光琳の,あの梅の屏風とかを持っているあそこも確か宗教施設でしたよ、ね、まあ,あのいろいろねこれについてはその語りどころ突っ込みどころが満載なんですけれどもでもまあその宗教団体が信者様からね集めたお金でもって何をするのか。 文化財の保護をするっていうのはこれは私はすごくいいと思ってるんですよ。あのー、東京のえー、っと半蔵門に半蔵門ミュージアムってありますでしょあそこも確か宗教団体なんですよ、ね、であのー、会計の方だっけな確か会計の作の大日如来様が名物なんですけど。 あれがその海外オークションであの流れそうになった時にあの何億も出して買い取ったのはそこなんですよね。だからやっぱりその莫大な財源を何に使うか芸術に使うっていうのはちょっとかっこよくないですか。はい。まああのミオミュージアムもあの多分そういう系だと思いますので。えー どういうところかも見ていきたいと思いますそうですそうです MOA 美術館それですそれですありがとうございますこの通信にはあの私の,あの外部ハードディスクというか <laughs> 私の脳みそでは足りないところを皆さんが補ってくださいますねはい えー、ミ保ミュージアムそんなわけで建物自体も <laughs> 見どころだし <laughs> だそうですよ生で見たことないんですけどちょっと遠いですもんねはい「えー、MA 美術館素晴らしいですよ」ですよね私昔1回だけ行ったことあるんですけどあの、まあ、美術品も素晴らしいし食堂のご飯がむちゃくちゃ美味しかったんですよ。 え、多分その無農薬とかそういうのいいやつ使ってるんですよね。もうほっただの白いご飯がすっごい美味しくって、もりもり食べた記憶があるので、えー、今回のあの美穂ミュージアムもだいぶ期待しております。はい、えー、田村さん、いや、<laughs> 途中で途切れちゃいましたかね。はい、また後で、あの、何を伝えようとしたのか教えてください。 はい行ってきましたあとてもとても素敵でしたおしぼとけ様見つけてくださいねはい佐々木さんありがとうございますはいマキさん白ご飯大好きというわけで、えー、今日はこんな感じで終了しようと思いますお疲れ様でした、えー、また次回来週の金曜日お目にかかりましょうちょっと西川様であの謎のあのメッセージを残してあの終わらせないでください,、えー、いやゆ次はようですかねはい <laughs> なんなんですかこりゃはい、えー、では皆さん暑いですけれども、<laughs> すいません、えー。どうぞ楽しい週末をお過ごしください。ダダ内香織の奈良ガイド、うるわし奈良通信でした。では皆さんまた来週。おやすみなさい。